は何の練習してる？これはね、180ヤードを打つ練習を今してた。それ何番で？これ今ね、6。ああ、6。そう、だからちょっと強めに当てて、ちょっと飛距離を、俺通常6番で170ぐらいなんだけど、届かないと思って打ってるんだけど、180の力感はどれぐらいかなっていう練習を今してた。これってね、めちゃくちゃいい練習で、本当の練習。本当の練習っていうか、コースのもう直に通じる練習。コースはそれだけですよ、やることって。ああ、何ヤード。そう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 。登録も知ってるけど、そう、そういう、だからもうすぐコース今行けますよっていう練習。だから6番の170ヤードのナイスショットの練習は一切してない。そういうことね。そう。だからゴルフ分かってくると意味ないことをやらなくなる。それがね、めちゃくちゃ大事。そう、何番を持つかはもうその人が決めていいんだ。そう、その人が決めていいし、雨降ったり風吹いたりしたら絶対その番手で届かなくなるじゃない。そう、だからその番手を打とうとしても意味ないわけよ。何ヤードは何番が通じなくなるから。あ、そっかそっかそっか。そう、だからそれだったら何ヤードを最初から打つっていう練習しとけば、雨の日の練習場もあるじゃない、風の日の練習場もあるじゃない、で150はいつも一緒じゃない。だからその練習がコースで役立つわけよ。じゃあ何番で打つっていう練習ないわけね。何番でもいいの。何番でもいいんだよね、その距離打てれば。そう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 、狙った距離。そうで、なんでこの練習したかっていうと、ちょこちょこ最近コースが回数が多くなってきて、プロの方はもちろんそういうことはないんだけど、アマチュアの方と回るときに俺と同じ番手持つときもあるのよ。で同じぐらい飛ぶ人なの？飛ばない。じゃあ違うじゃん。違うよね。違う。そうで、ドライバーで5、60ヤード差が出てるから、アイアンでは20ヤード30ヤードぐらい差が出るはずなんだよね、うん、ってことは2クラブぐらい違っていいはずなんだよ。だから俺が6持ってたら、4番アイアンか4番ユーティリティとか7番ウッド9番ウッドぐらいのはずなのね、うん、だけど同じ6番持つ時あるのよ。でどこ狙ってるんですかって聞いたら、グリーンだってわけよ。嘘でしょって、俺も6だよって。そう、そうでしょ。だからさっき車の温度計が14度ぐらいだったんだね。14度で上着1枚着て、ちょっと今湿気が出てきてるじゃない、梅雨が。だったら多分めちゃくちゃ飛距離落ちるわけよ。それで真夏の青空の下、汗かきながらの番手を打ったら届かないじゃない。そうだね。ああ、体の動きも違う、反発も違うってなったら、絶好調の時よりも何ヤードロスするの、飛ばないのって話じゃない。でも頭の中真夏だったらその番手持つじゃない、短い番手。そしたら絶対届かないから。季節によっても違うんだね。そう、体に寒さを感じないで、寒いって言ったってブチンって触れる人は真冬でも飛距離ってあんま変わんないんだけど、でもほとんどの人がさ、上着込んでさ、寒いって言って肩が縮まってさ、スイングもちっちゃくなる、したら飛距離は絶対落ちるじゃない。タケちゃんぐらいか。タケちゃんでも落ちる。タケちゃんでも落ちる。でも川本力くんは落ちないんだって。暑いのに。そう、寒いのは寒いけど、でも距離落ちないんですよねって、タケちゃん一緒に回ったの、冬の時に言ってたっていうから。そうだからね、落ちない人もいるんだけど、ほとんどの方が多分落ちるんだよね、飛距離って。でもそのヤーデージを練習しとけば、落ちたとしても番手を上げればいいとか。そうだね、その距離打つだけだから。そうだから、そういうジャッジができるようになるんだよね。そうだね。でも常に何番は何ヤードって決めてたら、どんどんグリーンから遠ざかるショットを打たなきゃいけなくなっちゃうじゃん。そうだね。そう、それがジャッジとしてできてる方が少ない。ってことは、うん、知ってないといけないと、自分が。そうなの。だから今インドアとかさ、シミュレーションゴルフって流行ってるじゃない。単純に練習モードみたいなのがあって、バチンって打って今何ヤード飛んだかって1ヤード単位まで出るのよ、シミュレーションって。だからそれで、じゃあ150ヤード打ってみてって言って、150ヤード本当に打てるかどうかな。それはキャリーのところを考えてる方もいれば、キャリーしてランも含めた150で考えてる方もいるのね。それだけでマネジメントって変わってくるでしょ。そうだから、そういうのもまずどっちなのっていうのも大事だし、ランもちゃんと入れてますかとか、そういうのってちゃんと考えなきゃいけないから、そこができてないとスコアは出ないよね、うん、だからもちろんアプローチなんかもそうだけど、
何ヤードアプローチ打つのって言って本当に何ヤード打てるのって、そういうのも大事だから。1球目から例えばもうヤーデージなんかなきゃいいんだけど、1球目からじゃあ50ヤード打ってって50ヤード打ってレーザーかなんかあればそのボールが何ヤード飛んだかとか、そういうことって大事で、で本当に旗が何ヤードとか100ヤードの看板が本当はいくつとかってあって、例えばねこれ今打席からあの100の看板じゃない、あれが94ヤードなの。そうなんだ。そうだから100じゃないのよ。100ヤードの6ヤード誤差ってまあまあでかいから 6% だもんね。だから100ヤード打ったら奥外れるんだよね。そしたらアプローチじゃない。そうだね。そうで大体奥の外れたらこういうところで、左足下がりって大体嫌いだからそしたらはいボギーダボってなっちゃったらスコアになんないじゃない。そうなんだ。そうだから自分の持つ番手がしっかり何ヤード飛ぶっていうのが分かってないとゴルフにはならない、形にはなるけどね、スコアにはならないから、そういうのってめちゃくちゃゴルフのコースでの通じる練習として、そういう番手が何ヤード飛ぶっていうのも大事だけど、きっちりヤーデージを打つ練習っていうのを普段の練習から絶対やった方がいい。それってどれぐらいのレベルになったらやった方がいい？レベルとしてはコースに出るとか、もう1回出たことある人は次も出るだろうから、もうすぐやった方がいい。それより意味あるんだ。そう、トゥナイトからやった方がいい。そうそうそう、もうね練習に行くってなったらもうやった方がいいから、当たろうが当たらないが、うん、それはやらなきゃ。あー、そういうことか。そう、それがそのノーマルの練習としてやらなきゃいけないことで、で俺ねゴルフあるあるになっちゃうかもしれないけど、もうスーパー疑問言っていい、うん、俺8番で150打つんだけど、疑問の方の手で話していい、俺今日調子悪いからいつも150飛ぶんだけど調子悪いから7で150打つっていう人いるのよ、うん、当たっちゃったらどうするのって。もっと飛んじゃうね。でしょ、うん、オーバーするじゃん。それこそゴルフの番手っていうか、ナイスショットを想定に考えなきゃいけないのに、ミスを想定に番手を選んでる人がいるのよ。だミスしてナイスになるじゃん。あ、ナイスがミスになるでしょ。本当だ。もうぐっちゃぐちゃでしょ。ダメよ。そうだね、ダメダメ。何のために練習してんのよってなっちゃうね。そう、ミスの練習してんのってなっちゃうじゃない。そっか、ミスが正解になっちゃうんだから。ミスって7番で150打つ練習になっちゃう。そうでしょ、うん、そういうことか。だってそのミスが出ないとナイスにならないんだからさ、狙った気がない、何の意味もないじゃない。たとえ本当に8を持ってミスして届かなくてもそこに意味があるから、それでさ届かなくてミスしたらそこに課題が見つかるわけじゃない。だそこをちゃんとしなきゃいけない。それか、うん、7でナイスショットして150打つ練習をしとけば、うん、そうそうなの。そうなの。でもミスを調子が悪いって言って、調子が悪いイコール飛ばないになって、そこも俺イコールも知らない、分かんないんだけど意味がはね。だけど当たらないからって言って番手を上げて打つ方がいるのよ。それはやめた方がいい。結構あるあるだな。結構何人も聞いたことある、うん、あとはドライバーの飛距離を本当は知らない。本当は知らない。ごめんね、言い方あれだったね。本当に自分のドライバーが何ヤード飛んでるか分かってない方が多い。大体でやってる。それはなんで？現実逃避？いやそれは違うな。大体ねショップの測定器ってフォロー設定だったりするところもあるし、本当にあれって数字で出してるから実際の距離、トラックマンとかは別よ、トラックマンとかで測ったら意外とショック受ける方多いって言うんだよね。ああ実際の飛距離、ああいう本当に確実なものの数字を覚えておいた方がいいから、だからそういう機会ってなかなかないじゃない。ない、ね、そうだから知れないんでね。でもコース実際に打って何ヤードっていうのは分かんない、うん、結果ねアバウトなんだよね。しかも超アバウト。あ、そうなんだ。レーザーだったらいいけどね。ああ、それでは分かんないわけね。そう5ヤードか10ヤードぐらいの誤差はしょうがないとして、まあでもそれぐらいの10ヤード以内の誤差の自分の本当のドライバーの飛距離っていうのを知っといた方がいい。もちろんもっと飛びますよね本当はっていう人もいれば、いやそんな飛ばないですよねっていう方ももちろんいるから、ちゃんとした飛距離っていうのを知っといた方がいいよね。全番手だよね、うん、だからドライバーからサンドウェッジまで飛距離をこうかけた方がいい全部。それは本当にコースとして使うことだから重要だよね。そうだから今練習してたのは180ヤードを無理くり6番で届かす練習をしてました。
練習場ではですね、ヤーデージを打つ、番手ではなくヤーデージを打つっていう練習をしていただいた方がいいと思います。それだけで多分コースで番手をこう選ぶ時間も減るし、雨降ったらもうちょっと上げなきゃいけないとか、風の向きによってこうしなきゃいけないっていうのが判断がつきやすくなるからおすすめなので、ですね、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。